元気ですか？元気です。元気です。そうですか。一応気合を入れなきゃいけないと思って。そうですね、朝は。で、今日のデイリーマインドセットなんですけど、ミラーニューロンに注意しろ。ミラーニューロンに注意しろということなんですが、これも仙人さんが本当によく言われることですが、ちょっと説明していただけますか？僕たちの、そのいろんな持ってる現実とかセルフイメージとか、その固定概念とか信念とかいろいろありますよね。あれってほとんどがそのみんな自分でそれを持ってるっていうふうに勘違いしてて、でも実は自分の考えなんてほとんどなくて、実はで根本的な何かコアっていうのはみんなあるとは思うんですけど、でもほとんどはもう影響ないんですよ、何らかの周りの。でミラーニューロンという概念があって、でミラーニューロンというのは結局簡単に言うと、その僕たち動物哺乳類がその何言葉を使わずでも、その誰かを自分の親とかがととあの何か鳥とかが例えば飛んでる姿を見て、それで飛び方を覚えるとか、その笑ってる顔を見て笑い方を覚えるとか、その見てモノマネして覚えていくっていう、その習性あるんですよ、僕たち動物に。ありますね。そうなので、ミラーニューロンというのはそういう脳の仕組みなんですけど、なるほでど。なので自分のその身の回りの、例えばあの人の収入を足して割ってみたら数で、それが自分その平均が自分の収入になってしまうとか、で自分のその周りの友人の体脂肪率を足して、それを数で割ったら自分の体脂肪率になるとか。全部が結局自分が平均的に混ざってしまうってことです。なるほど。それはいいことじゃないんですか？いいことです。で結局そのいい環境、いいミラーニューロンを持てばすごくいい結果になるんですけど、ね、それ逆に注意せずに何でもかんでもテレビ見て、ニュース見て、変な人と話してて、変な人と時間を過ごしたら、どんどんそれに影響されてしまうんで、なのでミラーニューロンに注意をしようっていうことです。例えば、ミラーニューロンの話でものすごく多い質問があって、それ家族が悪影響を及ぼす場合にはどうしたらいいんだっていう話なんですよ。これはどうです？例えば母親がすごくネガティブなんですけど、実際に母親を面倒見なきゃいけなくて、自分しかその母親の面倒見る人間がいない場合には一体どうすればいいんですかっていう話があるんですね。僕の場合は見ないですね。そう、僕も見ないっていう。